皆さん、こんにちは。ワタリグルピッシュです。では、今回は、新ギレンの野望、ベリーハードチャレンジ、ガイア編、新しくプレイをしていきたいと思います。プレイしているタイトルがギレンの野望に偏ってしまっているんですが、やっぱりね、このベリーハードチャレンジは定期的にやっておかないと、勘が鈍ってしまうので、ここは満を持して、ガイア編、ベリーハード、プレイしていきたいと思います。で、ベリーハードの場合はですね、やっぱり歴史介入ある程度させていかないときついよねっていうのがあるので、ここはですね、惜しみなくキャラを追加させていただきます。まずガルマですが、まあガウですかね。ガウに乗ってもらいましょう。そして、デニム、ジーン、スレンダー、この3人も黄泉の国から、やっぱり蘇ってもらわないと。そしてガーデムも蘇ってもらいましょう。そしてランバラル。これはね、もうゲルググに乗ってもらいます。そしてクランプ、アコース、コズンは、まあ、アクトザクあたりに乗ってもらうのがちょうどいいですかね。で、ライルに関しては、まあ、ここはグワジンに、ナナイもグワジンに乗ってもらいます。レズンは、まあ、ちょっとギラ動画はね、投入するのははばかられるので、まあ、パイロットとしてだけ投入しましょう。まあ、こんなところですかね。フロンタルも、まあ、キャラとしてだけは入れちゃいましょうか。なんで、まあ、オーバーテクノロジーの機体というのは、まあ、今回は入れずに、まあ、強いてあげるのであれば、まあ、ランバラルド、まあ、ゲルググぐらいですかね。それ以外は、オーバーテクノロジーなしというね、ちょっと挑戦的なプレイになると思うんですけども、頑張っていきたいと思います。では、始めていきましょう。宇宙世紀00719、11月6日、オデッサ作戦開始まであと1日。連邦軍は着々と作戦の準備を進めていた。オデッサ鉱山基地は貴重な鉱物資源を産出するジオン軍の生命線にして、地上における軍事上の最重要拠点である。この負けられぬ戦いに、キシリア・ザビはジオン屈指の勇士を送り込む。ルーム戦役において敵将レビルを捕らえ、数々の戦いで戦果を挙げた英雄、黒い三連星は地上へと降り立つ。ジオン必勝の切り札として。隊長、俺たちが呼ばれたってことはかなりヤバい状況なんじゃないのか？マッシュの言う通りだ。たった3人の増援で戦況が変わるとは思えん。うろたえるな、俺についてこい。遅れるなよ。ガイア隊、長旅お疲れ様でした。マクベ司令がお待ちです。キシリア様推薦の兵士とはキカルなことか？ああ、挨拶はいい。だいぶ手こずっているようだな。木馬のことは知っているな。ガイア隊員にはあれを任せたい。分かった。俺手がマッシュ、出撃するぞ。おう、了解だ。でかい獲物だ。腕が鳴るぜ。はい、まずは最初、オデッサ作戦を発動した連邦軍に対して黒い三連星で木馬、つまりホワイトベースを迎撃すると、まあ、そういう任務ですね。勝利条件はオデッサの防衛、木馬、そして艦載機、これはガンダム、ガンキャノン、ガンタンクですね。これの撃破になります。敗北条件はオデッサの陥落、そしてガイア、マッシュ、オルテガ、まあ、3連星ですね。これが戦死すると、まあ、ゲームオーバーということになります。では最初ですが、まずはですね、まあ、三連星と、ランバラルを強化しておきましょう。まあ、これ限界までもう強化しちゃいます。はい。三連星の三人と、あとはランバラル。まあ、蘇ってくれたこのランバラルの、ゲルグですね。これをマックスまで強化して、発言力は全部使い切りました。まあ、なんとかこれで、木馬を撃退するところから始めていきたいと思います。
漢字の木馬はここにいますね。もちろんブライトが指揮を取っていて、アムロのガンダム、海部ガンキャノンなんかが配備されていると思います。では部隊を再配置し直しました。まあ3年生はもちろんですし、あとはここのゲルググですね。ランバラルを、まあ、いかにうまく使えるかっていうところになってくると思います。それとダロータとガルマのガウ、これも配備してあります。で、使えないというかね、まあ、コンピューターが動かすユニットとしては、ここにハモンさんがいたりするので、これらをうまく使ってですね、なんとか、ホワイトベース隊を撃破していきましょう。では、オデッサの防衛戦です。ジョン軍63、士官数24、連邦、士官数76というところですね。まずは、全力で。ホワイトベースの撃退に向かいましょう。本体とは逆の方向だ。間違いない。アシュ、お手が仕掛けるぞ。まずはしっかり索敵を入れます。で、索敵が入ったのでブライトのホワイトベースがあらわになりましたので、ここに対して攻撃を仕掛けていきましょう。で、ランバラル隊も同様に攻撃を仕掛けます。で、ダローターも同じく攻撃を仕掛けましょう。まあ、これでブライトがまあ、簡単に落とせるとは思ってはいませんが、まあ、それでもやっぱりね、ちょっとでもダメージソースとなる攻撃は仕掛けていきたいと思います。ちなみに、防衛に回っているところでは、ニムバスやウィッシュ、剣、ノリスもいますね。ノリスは大佐ですからね、この時点でね。ホワイトベース、撃沈できましたね。まあ、さすが3連生、そしてランバラルですね。まあ、あっけなく倒せたので、こうなってくると中に入っている艦載機、まあ、ガンダムには特に注意したいかなと思います。ここで3連生やランバラルの、ユニットが失われるっていう事態は避けたいのですが、どうだろう。ガンダムが後衛に下がってるので、ここは反撃、いや、防衛だな。防御しましょう。念には念を。危なかった。ガイア危なかったですね。下手したら落とされていたっていう状況だったので、まあある意味正解だったのかなと思います。今の判断はね。で、ガイアはちょっともう一旦下げましょう。ここまでダメージ食らってると、ちょっと正直しんどいので。で、ランバラルで攻撃を仕掛けていきます。まあアムロをやっぱりどうしても仕留めなきゃいけないっていうのがあるので、まあ、アイブロを仕留めるために、まあ、全力を尽くしましょう。こうなると、マッシュ。本当だったらね、耐久の高いオルテガを、まあ、前に出しておきたいかなと思うんですが、どうだろう。パワー的にはマッシュの方が残ってるので、まあ、マッシュを前に出しましょうか。まあ、繰り返しになりますが、改造したこれらを失うわけにはいかない。まあ、そういう思いもありますからね。まあ、初手でホワイトベース倒したことによって中に入っている艦載機、まあ、ガンダムとかのね、耐久、半分まで削れてるっていうのは大きいですよね。ガンダムも落としちまえって言いたいところなんですが、ガンダムだけ残ってます。ただ、このアムロを撃墜すれば、ホワイトベース隊撃破という最初の任務は達成できそうな感じがしますね。さて、そのアムロですが、水中に逃げ込みましたので、まあ、これは囲んでおきましょう。その間に、ガイアなんかは回復に入ります。連邦の主力部隊の接近に備えましょう。ちなみに、ガルマはレベル5ですね。大佐。まあ、もっともっとレベルを上げていって、ガルマで、ね、エースに育っていってもらいたいかなと思います。これで、アムロ、撃墜。まあ、当初目的としていたホワイトベース隊を全滅させることができました。順調そのものですね。ではこの後は、部隊をですね、
連邦の主力部隊の迎撃に向かわせましょう。ホワイトベース隊、まあ、特にアムロやブライトっていうね、強力な敵を一度排除できたので、あとはね、まあ、消化試合という形に持っていければいいかなと思ってます。まあ、とはいえ、ベリーハードですからね。まあ、油断はあまりできませんね。木馬の隊の反応が消えた。どうやら終わったようだぜ。手強い連中だったが、俺たちの敵じゃなかったようだな。よし、任務完了。帰還するぞ。これで発言力1万点に入りましたね。待たせたな。木馬は仕留めたぞ。さすがはキシリア様推薦の兵士ということか。よくやってた。確か機関らはルームでレビルを捕らえたのだ。レビルのビッグトレイを潰せできるか。では次の任務ですね。レベル将軍のビッグドレー、まあ、確かにレベル将軍は有能な、しかも大将なので早めに倒しておきたい相手ではありますね。連邦軍が動き出したようだ。レベルの位置を、まあ、できるだけ早く補足して3連星とランバラル隊を送り込みます。ガイア隊、連邦の一軍がジオンに寝返りました。攻撃しないように気をつけてください。なんだと。これがマクベ司令の戦いです。エルランが寝返ってくれたということで、ここにエルランのビッグドレーがいますね。ここにいるのが何なのかちょっとよくわからないですけど、これがもしかしたら、レベルのビッグドレーの可能性もあります。では部隊、返していきましょう。さあレベル将軍の位置分かりました。ここにいます。このレベル将軍のところにはまあ回復していたガイアを向かわせましょう。急いで向かわせますね。ではレベル将軍のビッグドレーに3連星ガイアが挑みます。オルテガとマッシュがね、まだ到着してないのでガイアだけでの攻撃仕掛けになるんで、まあ、ここはできるだけダメージを取っておき、次のターンで確実にビッグドレー仕留められるところまで持っていきたいですね。ではもう一撃ビッグドレーに攻撃仕掛けていきます。これでレベル将軍のビッグドレー撃破になります。まあ、ガイア大活躍ですね。隊長、さっき沈めたビッグトレーはレビルのバダンゴで間違いないようだ。敵ながら尊敬すべき将軍だ。我らが司令官殿とは雲泥の差だな。ま、あんな奴だが報告はしとかないとな。ご苦労だった。レビルさえいなければ連邦など恐れるに足らん。ジオンの三連星とあだ名されるだけはある。ビッグドレ撃破してさらに発言力を獲得してます。この後どうだろう、ニムバスとかをこれだけ発言力手に入れれば、このランバラル三連星の舞台に編入させることもできそうですね。はい。ガイア隊、聞こえてますか？オデッサの防衛完了です。三連星やランバラルは無事ですが、まあ一部ね舞台で損害出てますけども、まあランバラルと三連星が残ってれば問題ないかなと思います。ガイア隊、グラナダのキシリア様からの通信です。オデッサ戦の報告は聞いたぞ。素晴らしい戦果だ。ご苦労だったな。実はな、折り入って頼みがあるのだ。今回の功績でマクベを大佐に昇格させ地球方面軍の司令官に任命された。だがあやつは有能な士官ではあるが戦いに関する才能には恵まれておらん。そのまま地上に残りマクベに協力してやってくれ。今まで通り独立部隊として戦ってくれればそれでよ。キシリア様から話を聞いた。地上に残り協力してくれるそうだな。オデッサ戦での活躍を見た。ただの荒くれ者ではないことぐらいわかる。はい、マクベ支援任務、これによってガイアが中佐、マッシュ、オルテガが少佐、発言力2万アップしますね。本来だったらランバラル隊という
で、名目がふさわしい今回のこの舞台の編成なんですけども、これで名実ともにガイア、マシュ、オルテガの方がランバラルよりも階級が高くなりましたね。はい、というところでですね、まあ一部舞台は失ったものの、まあ、順調にことは運んだと言えると思いますので、まあこのガイア、オルテガ、マッシュ、それにランバラルやクランプ、コズン、このあたりをね、うまく使って、この後戦いを進めていきたいというふうに思います。では、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。ベリーハードチャレンジです。